段着席者入場。ただいまから平成18年度日本大学大学院研究科学部及び短期大学部の入学式を挙行いたします。大学期学部期入場。
退場。国歌斉唱、全員ご起立願います。ご着席願います。総長国事、小島克恵総長。国事、平成18年度日本大学入学式を挙行するにあたり、日本大学を代表して国事を申し上げます。本日ここにご来賓、新入生の保護者、ご家族および役教職員各位のご列席を賜り、平成18年度日本大学入学式を盛大に挙行できますことは、誠に喜びに堪えないところであります。新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。またご臨席いただきました多数の保護者、ご家族の方々にも心からお喜び申し上げますとともに、今後本学の教育方針に格別なご理解を賜り、本学との交流にできうる限りご協力をいただきますようお願い申し上げます。さて、日本大学の源流は明治22年10月4日に創立された日本法律学校に始まります。当時明治政府は欧米先進諸国と対等の近代国家の建設を目指しておりました。司法大臣山田昭義伯爵は、近代化には法が不可欠との強い思いから法典整備を鋭意推進する傍ら、日本人としての主体性を持った人材育成の観点から日本法律学校の創設を強く提唱し、その設立支援に惜しみない尽力をされました。山田先生は幕末の長州藩士の家に生まれ、日本国の将来を憂えた吉田松陰の
松下村塾に学んだ逸材で、明治維新を成し遂げた維新の元勲のお一人であります。あの西郷隆盛をして軍略の天才と言わしめた軍人としての才能もさることながら、特命全権大使岩倉具視使節団の一員として1年10ヶ月にわたって海外を視察し、欧米諸国の諸制度を調査研究し、帰国後は一転初代司法大臣に就任され、文官としての秀でた能力を発揮され、国づくりに多大な貢献をされました。日本大学の学祖である山田先生がまさに体現した自主創造の精神は現在に至るまで脈々と受け継がれています。現在日本大学は新たな学問分野の探究を積極的に展開し、学問の全領域にわたる大学院、学部、短期大学部を擁する日本最大の私立総合大学として発展を続けております。日本大学は学部ごとにキャンパスが形成されており、首都圏を中心に1都5県に25カ所のキャンパスがあります。日本大学は情報の受信発信基地として埼玉県所沢市に建設した総合学術情報センターをキーステーションに、すべてのキャンパスを網羅する日大ネットワークを敷設しております。双方向対話の可能な衛星通信システムを駆使した遠隔事業により、他学部のエクスカの開校講座の単位取得が可能であり、さらに所属学部の垣根を越え他学部の授業が受講できる総合履修制度を実施するなど、総合大学としてのメリットが遺憾なく発揮されるようさまざまな工夫を凝らしています。本日この入学式の模様も衛星通信を利用してすべてのキャンパスにライブ中継されております。また日本大学は世界22カ国1地域102大学研究機関との海外学術交流に関する協定などを締結しております。学生や研究者が互いに派遣し合い、国際性豊かな個性ある人材の育成に資する制度として価値ある成果が積み重ねられております。新入生の皆さんもこうした恵まれた教育研究環境を十二分に活用し、大いに知性を磨き、体を鍛え、自己研鑽に励んでください。日本大学は文化スポーツなどの課外活動に対する支援も行っております。また経済困窮学生に対しては大学独自の各種奨学金制度や卒業生組織である日本大学交友会が創設した奨学金制度などによるサポートも充実しております。さて日本の人口は昨年初めて減少に転じました。高齢化と少子化がさらに進むことにより労働力不足、消費市場の縮小が顕在化し、年金、医療、介護などの社会保障費の負担問題など日本経済への影響も懸念され、将来が予測できない不透明な時代を迎えております。このように不透明な社会を迎えるときこそ、幅広い教養と高い倫理観、総合的な判断力に裏打ちされた真実を見極める目を持つことが重要となります。皆さんは武士道という言葉をどう受け止めておられるでしょうか。武士道とは鎌倉時代の武士の間に形成された道徳と言われておりますが、平和の続いた江戸時代に儒教、特に朱子学に裏付けされて発展し、武士道精神として明治維新後国民に根付いた道徳であります。スポーツマンシップが
イギリスの騎士道、紳士道とともに論じられるように、この武士道精神には慈愛、誠実、忍耐、正義、勇気など人間が自己の行動を律する上で重要な規範が含まれており、その現れ方は日本文化の誇るべき特質の一つでもあり、現代においても決して色褪せるものではありません。しかし最近の日本ではそれらが失われつつあります。すなわち近年、倫理観の欠如としか言いようのない事件や事故が起こっております。規範意識が欠如しているのです。日本大学は建学の精神の中に、日本精神に基づき道等を尊びという言葉が謳われております。皆さんはこれからの学生生活の中で高い倫理観を失わないでもらいたいと思います。また戦後の日本において中身さえしっかりしていれば形式的なことはあまり重視しないという風潮がありました。しかしその間に日本人が失ったものは大きかったと思います。基本的な礼儀作法もその中の一つです。基本的な礼儀作法を心得ていないものは人間として未熟なのです。皆さんもこのことをしっかりと心に留めていただきたいと思います。倫理観や礼儀は社会生活を送る上でのルールであり知恵だと思います。グローバリゼーションが進行し国際化がますます進展する現代こそ、日本文化の特質を身につけた教養人としての日本人が必要となるのです。さて皆さんには勉学を生業とする学生であるという大きな使命があります。幼稚園小学校以来の教育の集大成となるこの高等教育の場で大いに勉強に励んでいただきたい。己から逃げることなく積極的に寸暇を惜しんで本を読み、授業に全精力を傾注する。そして想像力を働かせて本や授業の向こう側にあるものを探求する。その過程の中で自分の能力を発見し自己開発の機会をつかんでいただきたいと思います。大学は皆さんの終着点ではなく自己発見の出発点なのです。この学生時代が人生を決めると言っても良いでしょう。皆さんは日本大学の学生であるということを誇りとし、自主創造の精神を持ち、時代を読み、問題解決能力のある人材となるためになすべきことを見極め、知力、体力、精神力を備えた骨太の人間となるべく日々の自己研鑽に励み、凛として新たな学生生活をスタートされることを強く期待いたします。日本大学はこれまでに95万人の卒業生を世に送り出してまいりました。本日新入生の皆さんを歓迎しご祝辞を賜るために、本学交友のお一人、 TBS アナウンサーとして活躍されている柴田修一様をお迎えできましたことは、日本大学として誠に光栄の至りであります。柴田様は TBS 入社後主に報道畑を歩まれてきたベテランアナウンサーであります。本日の記念すべき入学式にご出席いただきましたことに心から感謝申し上げます。日本大学における学生時代が皆さんお一人お一人の長い人生の中でかけがえのない一時期となることを心から期待いたします。健康には十分に留意されて、学問はもとより課外活動やボランティア活動など活力あふれ充実した学生生活を過ごされることを記念して告示といたします。平成18年4月8日、
日本大学総長、日本大学短期大学部学長、工学博士小島克恵。来賓祝辞。 TBS テレビアナウンサー柴田秀一殿よりご祝辞を賜ります。柴田秀一殿は昭和56年3月日本大学法学部をご卒業されております。昭和56年4月 TBS にアナウンサーとして入社され、テレポート TBS6 ブロードキャスター、情報もぎたてサラダなどの司会キャスターを歴任され、平成12年には旧ソビエト連邦から宇宙プロジェクト日本人初宇宙への現地中継をご担当されました。現在は編成制作本部編成局アナウンス部担当部長の要職にあり、またミノモンタの朝ズバのキャスターとしてご活躍中であります。それではよろしくお願いいたします。皆さんおはようございます。そしてご入学おめでとうございます。今日は大学院学部、そして短期大学部の皆さん、さらにはご家族の皆さんもたくさんいらしています。アリーナ席は立っている方いらっしゃいませんが、2階3階後ろの方は皆さん立ってお聞きになっています。なるべく短くしたいと思いますが、話し始めるとよくわからないところがございます。この満員の方たちを見ていると、武道館でコンサートを開きたいという歌手の方の気持ちがよくわかります。まあ、私はニュースばっかりやってるもんですから、そういう場面で特にこの日本武道館の壇上というかステージに立つのは初めてですので、皆さんはアナウンサーはどこに行っても喋れると思いでしょうけれども、なかなかこれが難しい。私はニュースを読んでた方が楽です。さて、私は今 TBS のアナウンス部に所属しています。ミノモンタの朝ズバという番組を担当して、朝5時半から8時半までの生放送をやっています。司会者は61歳のミノモンタさん、大変お元気です。まあ、去年は腰を痛めて痛い痛いと言っていたのが、今年の年初に手術をして全く痛みが取れました。もう元気いっぱいです。前にも増して元気いっぱいなので、まあどっか痛いところがあった方がいいという人もいます。この番組を担当するために私は朝2時に起きます。3時には放送局に入らなければいけない。ところが2時に起きるからといって前の晩7時や8時に寝られるもんでもありません。例えば昨日のように民主党の代表選挙があったりして、その後の動きがあったりすると、どうしても夜のニュースも見る。それから筑紫さんのニュース23のコメントはどうだっただろうということで聞いていかなきゃならないとすると、寝るのは 2,3 時間になってしまいます。そういう生活を丸1年、もう2年目に入りました。で、我々の業界ではこういう朝早くやる番組の担当者のことを早起きは万病のもとと言って気をつけるように言ってます。さて、私は1977年の昭和52年になりますが4月、日本大学の法学部に入学しました。で、日大には大変素晴らしい先輩がたくさんいるのに、私がこの入学式で祝辞を述べることがいいことかどうかと悩みました。それは、去年は駐日ロシア大使の方がロシア語で祝辞を述べられ、また一昨年は駐日フランス大使がもちろんフランス語で祝辞を述べられました。ですから、それでなんで私かと思ったら、多分
そろそろ日本語がいいだろうということになったんだろうと思います。私は昭和52年4月に皆さんと同じようにこの場にいました。確か2階の奥の方だったと思います。晴れやかで、そして希望にあふれた入学式で、総長の祝辞、そして、ご来賓の方のお話を聞きながら、しかし私は一人心が晴れずにいました。私は北海道の札幌で大学生活を送りたいと思って受験勉強をしてきました。ところが残念ながらそれは叶いませんでした。そして東京の大学に進学することになりました。この入学式の中で私はもう一年剣道将来を期して頑張って札幌に行くことをやるべきではないか、東京にいるのは逃げではないかと入学式の最中に自問自答していました。そしてオリエンテーションが始まりました。法学部のオリエンテーションは、というか法学部の1年次は三島校舎か大宮校舎になります。私は大宮校舎でした。自宅から2時間近くかかりました。なんで自宅から2時間もかかるこんな田舎、埼玉県、近辺の方失礼いたしました。30年前の大宮というのは新幹線も通っていず、車で10分も行きますと大変田園風景が豊かなところでございました。まあ、そんなことで憂鬱になりながらオリエンテーションを受けていました。しかしその中である教授がお話を始めました。学生担当だというその教授は、大学生になるといろんなことで悩むことがある、一人で抱えないで、そういう時は私に相談してください、私はこの曜日にこの大宮校舎にいます。そして3年になるとゼミナールというのがある、私は国際法のゼミを持っています、いろんなゼミがたくさんあるからよく考えて選択しなさい。まあ何の変哲もない、意外性もない淡々とした話でした。しかし私は元から国連に興味があったので、なんだ学ぶべきことがあるじゃないか、そう思いました。つまり、札幌は諦めて吹っ切れたのです。そして3年になると私は国際法のゼミを迷わずに選びました。その指導教授は大宮校舎の学生担当だった深津英一教授でした。私はここで2つの重大な決定をしました。1つは1年を剣道将来のために使わないで東京で生活を始めたこと、もう1つは国際法のゼミを取ったこと、この2つのことが私が今この壇上にいてこの仕事に就いていることに大きな影響を与えました。私は今日この場で人間万事塞翁が馬という例をお話ししたいと思います。この私がこの場に着いたという重大な決断のことはちょっと後に回しまして、私の学生生活のことについて話します。吹っ切れた私の学生生活というのは、勉強の方も吹っ切れまして、ほとんどが同好会に費やしました。車のクラブを作って暇を見つけてはいろんなところにドライブに行きました。この大学はいろんなところに学生研修所という寮があります。私はよく軽井沢の研修所や塩原の研修所に行きました。料金も安くて食事もついてるし、そして車で定員だけ分譲して往復の交通費は安く済みます。ガソリン代も安く済みました。だから毎年のように学生寮に出かけました。なんだか大学の厚生部の回し物みたいですが、皆さんも使ってみてください。アルバイトもしました。ケーキの配送のアルバイトです。工場からできた製品、ケーキやチョコレートを販売店に送る仕事です。車のクラブにいましたから運転は確かだという触れ込みでした。面接は1回でパスしてすぐに1人で回れと言われました。そしてアルバイトを始めて2日後、ワゴン車のドアを壊しました。駐車場で左折するときに柱にぶつけたのです。そして販売店から頼まれたさまざまな注文書、それを忘れたり、注文品を別の販売店に持って行ったり、失敗続きでした。こんなはずじゃないと思ってました。私はもうちょっと大人でもっと他の人よりも仕事ができると
工夫をして効率を上げて新しい企画もできて、そう思っていました。しかしその基礎中の基礎である人に頼まれたことをすべてちゃんとこなすということができなかったのです。このことは私が会社入ってから今まで私の中でずっと生きています。基礎ができない人間は次のことができない、そういうことです。さてここで本題に戻りますが、私が選択をした2つのうちの1つ、札幌に行くための受験勉強をしなくて東京の大学に入ったことです。当時の民間放送は NHK のように毎年新人アナウンサーを取るわけではありませんでした。 TBS はその前々年に入社試験をして男性アナウンサーを取りました。たまたま私が就職試験を受ける年に TBS の採用がありました。若干名です。そして NHK 以外にも日本テレビ、フジテレビ、そして日本放送、文化放送、ラジオ短波、まあ、今はラジオ日経といいますが、そこまで男性を1人か2人でしたが採用しました。ところが前の年は FM 東京ただ1社が男性を採用しました。競争率は600倍でした。そしてその次の年、やはり男性を採用したのは確かテレビ朝日さんだけだったと思います。民放ではこの年しか男性をたくさん取った年は前後ありませんでした。だから私は日本大学に入学してそのチャンスを得たわけです。そしてもう一つ、大宮校舎であった国際法の先生深津英一教授のゼミを取ったことです。教授は卒論の指導の時に私が持っていったテーマがあまり面白くなかったので、そんなつまんないことはやめてこれをやりなさいと英文を渡しました。在イランアメリカ大使館員人質事件に関する国際司法裁判所の暫定措置、それがその内容でした。大変難しいものです。当時イランは革命が起きていました。アメリカと親しい国王を倒してイスラム革命を起こしました。そして反米の嵐が吹き荒れてアメリカ大使館を占拠し、その職員を人質に取ったのです。この混乱に乗じてイラクが戦争を仕掛けました。そして今では考えられないことですが、イラクの軍隊を率いたフセインにアメリカはイランを攻撃する支援をしていたのです。ですから今とは全く正反対です。そんな中でこのアメリカ大使館員の人質事件を扱えと言いました。まあ、私はやってみますと言ったんですが、一日に一行も翻訳が進まないこともあり、図書館に毎日行ってもなかなかうまくいきませんでした。新聞を見れば載っているだろう訳がと思いましたが、新聞はわずか2行か3行でした。ですから逆に言うと、私がやっていることは世の中ではまだ誰も手をつけていられないことでした。そこで就職試験が始まります。当然履歴書の中に専攻している学問として国際法、卒論の内容はアメリカ大使館員人質事件です。私が報道志望だということもあって、どこの放送局に行ってもそのことを聞かれました。一体イラン・イラク戦争は終わるのか、それからこの大使館員人質事件というのはどういう事件か、なぜそういうことが起きたか。これは調べている人もいましたが、面接官にはほとんど知っている人がいませんでした。詳しくは。ですから私のペースでどん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 面接は進んでいきました。もちろんそれが全てではありません。合格したのは何か他にも理由があったと思います。しかし誰も知らないことを面接で話せるというのは大きな自信になりました。この2つが私と日大を非常に強く結びつけるものとなりました。ですからよく学生さんが TBS に入りたいといらっしゃいます。日本大学の学生には必ずそのことを話します。日本大学の学生として自信を持ってやってくれ、特にこれから皆さんが4年間あるいは2年間過ごされるその中で自分らしくやってください。塞翁の飼っていた馬が逃げ出して塞翁は嘆いたんですが、
その馬は北方の春目、素晴らしい馬のことですが、春目を連れて帰ってきました。西王は大層喜んで、子供がそれに乗ると落馬して足の骨を折ってしまいました。すると戦争が起こり、若い者たちはみんな兵隊に取られ、大勢の若い人たちが戦死しました。しかし西王の子供は足が折れていたために兵士には取られませんでした。この中国の故事を、世の中には災いや幸福、あるいは吉凶が予測もしない形で起こり、それは予測もしない結果を生むのだということで、人間万事塞翁が馬と言います。私はこの言葉が好きというよりは、私はこの言葉を人生の教訓としています。だから何があっても諦めない、何があってもびっくりしない、もちろんびっくりしても泣いてもいいのです。ですが諦めないということが重要なんだと思っています。そしてこの言葉を皆さんの祝辞の結びとしたいんですが、災害地や大きな事件事故があった後に復旧作業に携わる人たち、被害者の人たちに、私は取材の経験からこういうことを申し上げます。復興するには人に頼めることはやってもらうことです。また頑張りすぎないことです。そして何よりも希望を持つことです。この3つです。ただ皆さんに送ることはちょっと違います。人に頼めることはやってもらうことではありません。人に頼らず自分でやることです。そして頑張りすぎないことと言いましたが、自分の限界までやってみてください。そして希望を持つことも大切です。でも現実を知る努力をしてください。どうか楽しい学生生活になることをお祈り申し上げています。長い間でしたが、静かに聞いてくださってありがとうございました。入学生先生、入学生代表、文理学部数学科、松下光平。入学生起立。先生、本日ここに選ばれて、後期ある日本大学に入学し、この式典に参列することができましたのは大きな感激であります。我々新入生一同は、日本大学の目的および使命を対し、教育方針に従い、学則を守り、学生としての本分を尽くすことを誓います。平成18年4月8日、平成18年度新入生代表、文理学部数学科、松下光平。お互いに頑張りましょう。
着席。学部長を紹介。学部長紹介に先立ち、式壇向かって右側着席者をご紹介いたします。学校法人日本大学顧問理事幹事の方々であります。ご起立願います。ご着席願います。続きまして総長短期大学部学長副総長並びに学部長をご紹介いたします。小島勝栄総長短期大学部学長学校法人日本大学理事長を兼務しております。専攻は都市計画。副総長法学部長沼野照彦教授専攻は刑法。副総長松戸市学部長大竹茂雄教授専攻は総合歯科診療学。副総長薬学部長安西海二郎教授専攻は生化学。分離学部長島方光一教授専攻は人文地理学。経済学部長牧野富夫教授専攻は社会政策論。商学部長勝山進教授専攻は財務会計論。芸術学部長野田義人教授専攻は放送広告。国際関係学部長佐藤三郎教授専攻は比較文化。理工学部長越智光明教授専攻は流体工学。生産工学部長石井進教授専攻は流体工学。工学部長小野沢元久教授専攻は溶接工学。医学部長片山陽一教授専攻は脳神経外科学。歯学部長大塚吉兵衛教授専攻は生化学。生物資源科学部長酒井武雄教授専攻は獣医疾病予防学。通信教育部長高綱博文教授専攻は東洋史。大学院法務研究課長増井清彦教授専攻は刑事訴訟法。なお大学院法務研究以外の研究課長は総長並びに学部長が兼ねております。以上をもちまして学部長紹介を終わります。校歌斉唱全員ご起立願います。
着席願います。これをもちまして平成18年度入学の式典を終了いたします。式壇着席者退場願います。新入生の皆様おめでとうございます。皆様の実り多き学生生活を記念いたしまして平成18年度日本大学入学式生中継を終了させていただきます。